松本人志がマスコミ批判、感染者数で。本日放送されたフジテレビのワイドナショーの中で松本人志さんがマスコミの感染者数の報道の仕方について次のような発言をいたしました。あれやめてほしい。演出なんでしょうけど、NHK なんかもやるけど、街行く人に今日の感染者何百何人ですって質問して、街行く人がえーって。 あの演奏は何なのか遊んでいるようだ。それに対して、東野幸治さん。それで、リアクションが悪い人はカットされる。さらに、松本人志さん。そういうことでしょう。僕はあれ本当に嫌なんですけど、めっちゃ寒い。コロナのことで演奏してほしくない。さらに、東野さん。検査数や重症者や、 無症状者の数を伝えるべき。各局やっていると思う。煽っているようなと批判されておられましたが、この日本において感染者が増えているのは事実でございますが、緊急事態宣言が出されていた当時と比べ、重症者の数が少ないという事実がございます。こちら、例えば、 大体ですね、感染者の数が同じ4月14日と比べますと、当時の方が2倍ほど多いというえ、重症者が2倍ほど多いという事実があり、また5月9日と比べた場合は4倍ほど当時の方が多くなっているんですが、現状は重症者の割合は1%程度に抑えられております。これはなぜかと言いますと、 コビット19の感染が始まった当初は、どういった症状が出るのか分かっておらず、手探りで治療が行われておりましたけれども、現状は免疫暴走と血栓が重症化の原因であることが判明しているため、そういった症状に対し、対症療法で対応ができております。また、治療薬についても2種類認可されており、 治療法が確立しつつあるため、日本における COVID-19 の重症者の割合は、感染が始まった当初と比べて1 2分の1から1 4分の1程度まで抑えられているという事実がございます。ですので、マスコミは、本来であれば感染者の数を報道する際に合わせて、 重症者の数などについても報道し、緊急事態宣言が出されていた当時と今の数値を比べて、しっかりと客観的な報道を行うべきです。日本政府にはこういったマスコミがこれ以上ですね、感染者数のみを報道し、国民の恐怖を煽ることがないように、 マスコミの皆様に感染者の数だけを報道せずに、重症者の割合や無症状者の割合についてもしっかりと報道するように要請していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。